しないタイプだけど余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの別の人の彼女になったよ今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないしどんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人なのキスや態度だけで終わらせたりせずにちゃんと好きだという言葉でくれるの隣り合いは愚か口喧嘩もなくてむしろ怒るとこがどこにもないのだからもう会えないやごめんねだからもう会えないやごめんねあなたも早くなってね別の日時みたいにスプピンだって笑っていられる私ではなくて一生懸命おしゃれしてなるべくちゃんとしてるの別の人の彼女になったよあなたの時みたいに大きな声で口を言うような私ではなくてそれをすると少しだけ叱られてしまう